どうも、なおちんでーす。さあ、今日もマインクラフトやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はモッド入れてみました。今日入れたモッドが、建築モッドです。建築が下手な俺には、もってこいのモッドだと思います。説明を見ると、どうも一瞬で建物が建てられる、そういうやつらしいんだよね。とにかく、やってみましょう。今回追加されてるのが、こういうやつだね。なんか矢印が出てるブロック。そして、これが家の元となるブロックらしいんだけども、まあ、20種類ぐらいあるのかな。作り方はどうも簡単らしいね。この矢印みたいなのを置いて、この矢印の方向に建物ができるんで、ここに、上に重ねるっていう感じか。お!できた!これがなんだ?木の家なのかな?ウッドハウス、うん。木の家が完成しました。次は、ストーンハウス。あ、石の家かな?おお!石の家だ。おお、木の家、石の家。で、次が何?次はプールって書いてあるね。プールだな。おお!すごい!家の横にプールができたよ。泳げるじゃん。で、次は、ブリックハウス。あ!なるほど。これはあれだ。レンガの家だね。木の家、石の家、プール、レンガの家。おお、いいね、いいね。このね、この屋根の形、俺まだ作りきれないから、これはいいぞ。簡単にできて。んでもって、次は何だ?お!噴水だ!噴水で、次が、テント。おお。テントだ。テントだ。次、ツリーハウス。木の家、あ、木の家だ。かっこいい。これは、中どうなってるの?上に繋がってる。部屋があって。うわ、かっこいい。ツリーハウス、これめちゃくちゃかっこいいぞ。んでもって次が、モブトラップ。うわ、でかっ。めちゃくちゃでかいのが、できましたけども。中に入るとこんな感じか。水があって、で、溶岩がある。あー、なるほど。ここに、あ、敵だ、敵だ。ちょっと待って待って待って。敵が、なんか、出てきて、水に流されて、溶岩に当たって、死んじゃうっていう。わー、なるほど、なるほど。無限経験値システムみたいな、やつだね。わ、すごい。これすごいぞ。次なんだ、ピルボックス。お、なんか、普通の建物ができたけど、あ、中身が充実してるかまどあり、チェストあり。あー、なるほどね。中身が充実してる、かっこいい建物ができました。で、次は?あ、同じくだね。同じく、ピルボックスって書いてあるやつだから、素材が違う、同じやつだ。あ、だね。横も同じくだ。横は、サンドって書いてあるから、これは砂でできた同じやつだ。はい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 。これもいいね。次何これ？お？わ、なんか変なのが出来上がりましたね。で、このエメラルドマークはなんだ？エメラルドマークのは、あら！村人と一緒に、あ、お店だ。お店が出来上がりました。おお、逃げちゃった逃げちゃった逃げちゃった。で、このハテナマークは、ハテナマークこれ、できないみたいね。で、これは、おお、なんだこれ。あ、2階建ての家だね。上が平面だから、これは俺でもなんか作れそうな感じの家ですね。そして、最後は、お、あ、図書館、図書館だ。めちゃくちゃ雰囲気のいい図書館ができたね。うわ、ステンドグラスが素晴らしい。めちゃくちゃいいぞ、この図書館。まあ、大体こんな感じやね。こういった建物がポンってできるから、これめちゃくちゃいいモッドだね。いやー、いろんな家が簡単にできたね。今日はエンダードラゴンを家の中に閉じ込めて戦ってみようか。簡単に倒せるんじゃない？エンダードラゴンが来た時にここに、建物をポンと建てれば、捕獲することができるよね。いたいた、こっち来い、こっち来い、こっち来い。よっしゃ、捕獲完了。えぐられた、えぐられた。
エンダードラゴンって建物壊すの？マジか。エンダードラゴン建物貫通していくのかよ。うわぁ、ぶっ壊される。うわぁ、あ、閉じ込めた、閉じ込めた。チャンス。うわぁ、全然無理だ。全然閉じ込めれない。縮小、あぁ、ちょっと待って、あぁ、もう、あ、なんてこった。えらいことになってしまった。ちょっと待って、えらいことになってる。とりあえず一回逃げよう。うわぁ、痛い。あぁ、エンダードラゴン来た。お、挟まってる。ちょうどぶっ倒してやる。お前こんやろー。うわー、くそー、やられた。エンダードラゴンって突き破ってくるんだね。知らなかった。ではまたいろんなモッドを試してみます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。